管理者の最低新聞です。これから地域定例会見を始めます。終了時刻は11時を予定しています。ご協力お願いします。まず知事からの発表がありますのでお願いします。はい、発表項目でございます。保育士の資格登録者の現況確認調査の結果について、あります。待機児童の解消に向けた保育施策の参考とするために、県内在住の保育士資格登録者を対象とした現況確認アンケートを平成30年3月に実施をいたしまして、この度その結果が取りまとまりました。で、今回のアンケートでは広島県に登録されております、保育士資格をお持ちの方31,732人いらっしゃるんですが、にアンケート調査票を送付いたしまして、6752人の方に回答をいただきました。で、そのうち保育士資格を持ちながら保育士職についていない、いわゆるセンター保育士ですけれども、2531人にいらっしゃるということを把握いたしました。さらに居住市長への、個人の情報提供にですね、同意をいただきましたセンター保育士、つまり場合によっては働いてもいいという方ですね、は1530人おられて、今後各市長から保育士職としての就業の意向確認が順次行われることとなると、考えております。で、合わせまして、広島県保育士人材バンクへの登録についても730人の方が希望がございましたので、速やかに保育士人材バンクからのご案内も差し上げようと思っております。また今回の調査では現在の就業状況のほかに保育士職からの退職理由であるとか、あるいは復職の条件などの調査をいたしました。この結果は今年度実施をいたします保育所の見える化の事業などを参考にさせていただきたいと考えています。今回のアンケート調査には回答をできなかったけれども、保育職に戻りたいと思われていらっしゃる方もいるんじゃないかなと思っておりまして、ぜひそういった方はですね、広島県保育士人材バンクにご登録をいただければと思っております。今後もですね、いつでも安心して子どもを預けることができる環境整備のために市長との連携を強化いたしまして、保育士不足と待機児童の解消に向けて積極的に取り組んでいきたいと考えているところでございます。私は以上です。この件について質問がある者は挙手をして社名を名乗ってからお願いします。中国新聞樋口です。この調査はそもそもその県の独自でやられたのかどうかっていうのと、どういう目的で やられたのかっていうのをちょっとその点がまず一つと、あと年代別というかですね、大まかな傾向でもですね、この1500人の方の、 その年代別のこう分布とかっていうのはどっか書いてありますか。対象者ですね。はい。それはちょっとまた後で順に的にご提供させていただいてもいいですか。記者グラムの方にちょっと、ご提供していただければと思いますけれども、今回のアンケートの目的ですけれども、ご承知のように、この待機児童が大きく発生している中で、その要因として、保育士が足りないということがもうございます。で、これは全国的な課題になってまして、今保育ニーズがどんどんこう急増しているという中で、なかなか確保できないという状況になっているわけですね。で、本県でもそういった状況がありまして、で、今回というか今年度からですね、待機児童対策として新たに始めております、1・2歳児受け入れ促進事業を、保持するにあたりまして、
市長からですね、受け入れ数を増やすためには保育士の確保が課題だと言われて、おるところなんですね。でこういう中で今回のようにこの資格を持っているという方の現況確認を行うことによって、今はこの保育士として働いておられない、潜在保育士というふうに呼んでますけれども、の状況把握ができるということですね。それをしたいということであります。でまた今後の確保策の参考とするために、その離職の理由だとかですね、あるいは転職の理由だとか、あるいは復職の条件といったようなこともですね、合わせて調査を行ったというところであります。関連でそのどういったですね、例えば、年代別の詳細も後でということでいいんですけど、例えば主婦をやってらっしゃる方が多かったとかですね、どういう方がこういらっしゃったのかっていうところと、あと県がこれを受けてその、バンクへの登録希望もあったということで、その人らにはこう呼びかけていくってことはあると思うんですけど、他にですね、県がこの結果を受けて、どういったことをその待機保育士確保のためにやっていかれるかって、その2点を。1点目はですね、今、現況を非常に大まかには資料の、2ページ目のですね、加藤さんのところに、今就業しているとか就業してないとか保育士以外に就業しているとかいうような詳細で、これ、じゃあ今、なんていうんですか、就業しているとか事務やってるとかっていうところまではちょっと今これは出てないんですけど、それはそこまで分かっていない、そこまでは聞いてない。仕事をされてるかどうかっていうのは、それは聞いてます。それは今の2ページ目の拡散にあるような、県としての対応っていうのは、これちょっとまだできて分かりなので、これを踏まえてこれから検討していくっていうことですね。検討する。で課題として我々が認識をしてますのは、職場環境の問題だったりとか、あるいは労働時間の問題だったりとか、あるいはその給与の問題だったり、ということをこれまでも声としては聞いてましたし、想定してましたけれども、今回のアンケート結果でもそういったところは結果として出ているので、ただその、実際の回答がどうかっていうところで、またそのウエイトだとかそういうこともありますので、そういったことも踏まえて、これから検討していくということになるかと思います。RCC の小林です。この保育士資格登録、そのアンケートですね、これは6年前もされていると思うんですけれども、その時と比べての、例えば潜在保育士の数であるとか、アンケート内容の傾向などがもし変化が分かりましたら教えていただきたいのと、あと、実際にこの2531人という潜在保育士の数字が出ているわけですけれども、この数自体を知事はご覧になってどのような感想を持たれたかというのを伺いたいんですが、ちょっと比較っていうのは今手元にないので、それをまた順的にですね、ご提供させていただければと思いますけれども、今の潜在保育士がこれだけいらっしゃるというのはですね、ある意味で言うとこの想定のところではあるんですけれども、この潜在保育士が2500人いらっしゃるというよりはですね、むしろその中で働いてもいいというか、今回市町に情報提供してもいいというふうにおっしゃっていただいている方がですね、1530人いらっしゃるというのが意外と多いというか、ので今だいたい県内で保育士の不足が1000人ぐらいっていうふうに把握をしているんですけれども、それを数、その数を超える方がですね、働いてもいいかもなと少なくとも
考えていただいているというのは非常に心強いということだ。ただそれが実際にはそうなってないというところに、まあ、いろんな課題もあるんだと思うので、それについてはこれからまた対策を検討していきたいと思います。